はい、皆さんこんにちは、ゆうかです。本日もご視聴いただきありがとうございます。本日は久しぶりにジムからお届けします。今日に関しては皆さん結構悩まれる方、女性の皆さん多いかなと思うんですけども、二の腕の、トレーニングを皆さんにご紹介していこうかなと思います。二の腕のトレーニングしたらゴリゴリになるんじゃないかって心配されてる方も中にはいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、今からご紹介する内容はしっかりフォームを正しく行うことっていうのと、適切な重量設定、あとは適切な回数っていうのを守っていただければゴリゴリになることもないですので、ぜひ最後まで見てですね、参考にしていただけたらなと思います。では早速ご紹介していきたいと思います。まず1種目目、ケーブルマシンを使ったプレスダウンというものをご紹介していきます。こちらはロープ状になったアタッチメントを使って動作を行っていきます。握り方は小指、薬指、中指の3本指で握ってあげ、人差し指と親指に関しては握り込まず軽く包み込むように持ってあげます。持ってあげることができたら動作を行っていくのですが、動作を行う際はマシンに対して少し前向きになってあげて、肘を90度に曲げます。そして脇に関しては軽く締めた状態でスタートをしていきます。肩の関節を動かしたり前のめりにならないように注意しながら、肘から先だけを伸ばしてロープを引いていきます。肘が伸びるまでしっかりとロープを下に引くことができたら、ゆっくりと90度のポジションに戻るように元の位置に戻していきます。2種目目、ダンベルを使ったフレンチプレスをご紹介していきます。まずダンベルを持ち、肘を直角に曲げ前傾姿勢をとって構えていきます。こちらも肩が動かないように肘の位置をしっかりと固定し、肘から先を上に伸ばしてダンベルを上げていきます。肘を伸ばしてダンベルを上に上げることができたら、ゆっくりとまた肘を直角に戻すようにダンベルを下に落としていきます。この際動作はできる限りゆっくり行うようにしてください。注意点としては、大きく腰を反って背中も反ってしまうと肩の関節が動きやすくなってしまい、動作を行っている際に胸の筋肉や背中の筋肉に負荷が逃げてしまうので注意が必要です。こちらはジムに行けない方でもできるお家での二の腕トレーニングになります。先ほどのダンベルをペットボトルに持ち替えて行っていきます。ペットボトル1本だとどうしても負荷が足りないので、片手1本ずつ持って行っていきます。動作は先ほどのダンベルバージョンと同様で、肘から先だけを上に上げてあげ、ペットボトルを上に持ち上げる。そして肘を直角に戻すようにペットボトルを下に下げていくっていう動作を繰り返していきます。先ほどと同じように肩の関節が動かないように注意しながら行っていきます。3種目目、ダンベルを使ったキックバックをご紹介していきます。こちらはダンベルを両手に持ち、肘を直角に曲げ、こちらも前傾姿勢をとって構えていきます。今回は両手で行っていますが、もちろん片手ずつ行っていただいても大丈夫です。肩が動かないようにしっかり肘の位置を固定し、肘から先を伸ばしてダンベルを後ろの方向に上げていくという動作を繰り返していきます。
後ろの方向に上げることができたら、ゆっくりと肘の位置を固定しながら元の位置に戻していきます。動きとしてはスキー選手のようなイメージで動作を行ってあげてください。また注意点としては、動作を行っている最中に背中が大きく丸まってしまったり、大きく反動を使ってしまったりすると二の腕の筋肉に負荷がなってこないので注意が必要になっていきます。こちらも先ほどの種目と同様、ペットボトルを使ってお家でトレーニングできますのでご紹介いたします。負荷が軽くなればなるほど動作は丁寧に行うことができるので、しっかりと二の腕の筋肉を意識しながら動作を行ってあげてください。はい、ということで以上二の腕のトレーニングでした。最後の方とかはペットボトルを使った種目をご紹介してるんですけども、ペットボトルを使ったやつに関してはお家でもできるようにですねご紹介をさせていただいておりますので、まあ、ジムとかに行く時間がない方に関してはぜひペットボトルを代用してですね二の腕のトレーニングを頑張ってみてください。重量とか回数とかなんですけども、基本的にめちゃめちゃ高重量で少ない回数をやらない限りはめちゃめちゃ大きい筋肥大っていうのはしにくいです。特に女性の場合は。なのでだいたい15回から20回ぐらいをした時にもう引けません、無理ですってなるぐらいの重量設定が一番ベストかなと思います。で、15回とか20回を軽々とできてしまう場合っていうのは正直負荷が足りてなくって、引き締め効果としてはちょっと効果出るのは薄いかなと思いますので、その辺の重量設定や回数っていうのはしっかり見てあげながらやってみてください。ペットボトルとかでやるってなると重量をなかなか扱うっていうことは難しくなってくるので、回数とかは決めずに限界までやるっていうのをぜひ皆さんチャレンジしてみてください。そしたらお家でもしっかりと筋肉痛きますし、続けてるとどん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 二の腕の状態っていうのは変化してくると思いますので、皆さんぜひ挑戦してみてください。ということで本日はここまでにしておきます。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。